はい、皆さんこんにちは、ジャンパパです。今回のテーマは夏休み。夏休みといったらやはり海水浴にキャンプ、そして忘れてはいけないのが自作 PC ですよね。はい、ということで今回はスロックさんから出ている AMD ラディオンの RX7600 スティールレジェンドを購入してみましたので、早速見ていきたいと思います。はい、こちらが正面からの見た目になります。やはり白いボディは映えますよね。側面のロゴもかっこいいですよね。角度を変えると虹色に変化します。裏側のバックプレートはこんな感じです。まさにスティールレジェンドそのものですよね。そして映像出力端子の方はディスプレイポートが3つと HDMI の方が1つとなっています。そして開始価格は5万円台と少し高いなという感じでしたが、最近では店頭で約4万2000円と比較的購入しやすい価格になったということで、今だんだんとライブ配信者さんやプロゲーマーさんからも実は少しずつですが注目をされてきているクラボなんですよね。はい、それでは今回組み合わせる CPU の方がこちらになります。なんと売上ランキング堂々1位の Ryzen 7の 5700X です。そして次にランキング70位の Ryzen 5の3600です。こちらは性能の割に価格は安く、6コア12スレッドと個人的には非常に使いやすい CPU だなと思い、今回使ってみることにしました。そして3つ目はランキング31位の Ryzen 3の4100になります。こちらの CPU は以前5000円台で手に入るということで話題になった CPU です。私も今回使うのが初めてなので、どんな結果になるのか楽しみです。そして公式で発表されているシネベンチャー23の結果がこちらになります。シングルの方はそこまでではないようですが、マルチの方は約2倍以上の差が開くような結果となるようです。またゲームをするのに大きく関わると言われる L3 キャッシュの方ですが、 Ryzen 3 4100の方が 4MB、 その他が 32MB となっています。ゲーム性能にどれぐらい差が出るのか気になるところですよね。パーツの構成ですが、マザーボードは ASRock さんの B550M スティールレジェンド、メモリの方が G-Skill さんの 3216GB×2枚を使用しています。ということで早速検証してみたいと思います。まずはブルプロダンジョン内でのスコアを見ていきたいと思います。設定の方はフル HD の高画質です。まずは少しだけ見ていきたいと思います。スタートの方の平均 FPS の方ですが、 Ryzen 3が約 90、 Ryzen 5の方が約 120、 Ryzen 7の方が約180という結果になりました。そしてボス戦の方がこちら。FPS の方は全体的に約10ぐらい下がりましたが、プレイは問題なくできているといった印象です。続いては最高画質の方でテストしてみたいと思います。こちらもボス戦の方を見ていきたいと思います。全体的に FPS もぐっと下がると予想していましたが、ほとんど変わらなく、Ryzen 7だけがたまに少しぐっと下がるといった印象でした。そしてここに来て気づいたことですが、 Ryzen 3も Ryzen 5も GPU 使用率の方が約6割と本気を出し切れてないという感じでした。続いてはフォートナイト。設定はフル HD の DirectX12、 3D 解像度は 100% にして競技設定でテストしています。まずは降下中の FPS が平均すると、 Ryzen 3が80から110、 Ryzen 5が120から150、 Ryzen 7が200から250となりました。続いて屋内での戦闘シーンを見ていきます。平均 FPS の方が Ryzen 3が120、 Ryzen 5が200、 Ryzen 7が300となっています。 Ryzen 3と Ryzen 7で約 2.5 倍も差がつく結果となりました。続いては屋外での戦闘シーンを見ていきたいと思います。なぜか屋外なのに FPS の方は少し上がり、 Ryzen 3の方が120、 Ryzen 5の方が180、 Ryzen 7の方が約300という結果になりました。続いて設定はそのままでパフォーマンスモードにして見てみたいと思います。こちらも降下中の FPS を平均すると、 Ryzen 3が約60、 Ryzen 5が70から80、 Ryzen 7が100から130くらいとなりました。 DirectX12 の時と比べると、 Ryzen 3、Ryzen 5は約20から30ほど FPS が下がり、 Ryzen 7に限っては2倍ほど下がる結果となりました。
予想としてはパフォーマンスモードの方が数値が高くなると思っていましたが逆でした。なぜ FPS が下がってしまったのか分かる方はぜひコメント欄にお願いいたします。続いてこちらも屋内での戦闘シーンを見ていきたいと思います。こちらは DirectX12 に比べ FPS の方が Ryzen 3が約 10、 Ryzen 5が約 40、 Ryzen 7が約60上がるという結果になりました。続いては屋外での戦闘シーンを見ていきたいと思います。こちらは DirectX12 に比べると Ryzen 3と Ryzen 5は約20ほど FPS の方が下がりましたが、 Ryzen 7に限っては約20ほど FPS が上がるという結果になりました。もしかするとパフォーマンスモードで得意とする映像とそうでない映像があるのかもしれませんね。続いては PUBG、 解像度の方は Full HD、 その他の画質設定の方はデフォルトとしています。まずは降下中の FPS ですが、 Ryzen 3の方が約 40、 Ryzen 5が約 90、 Ryzen 7の方が約110という結果になりました。続いて戦闘シーンの FPS ですが、 Ryzen 3は約80で、その他は約130という結果になりました。続いては Apex Legends、 同じく解像度の方は Full HD で、その他はデフォルトにしています。今回は射撃訓練所の方で見ていきたいと思います。はい、FPS の方ですが、平均すると Ryzen 3の方が150、 Ryzen 5の方が240、 Ryzen 7の方が290という結果になりました。続いてはストロークのベンチマークを見ていきたいと思います。設定の方はフル HD の最高画質にしています。さあ、このマッチアップどうなるか展開に注目していきたい。まずは映像の方を少しだけお楽しみください。両者はどう動くか、まずは様子見の間合い。この攻撃はジャストで止めた。さあ、ここからどう動く。はい、ということで結果の方ですが、どの CPU もスコアの方が100ということになりました。特に問題なくプレイできるようです。続いてブループロトコルのベンチマークを見ていきます。設定の方はフル HD の最高画質です。こちらも少しだけ映像をお楽しみください。ということで結果の方ですが、上から Ryzen 3、Ryzen 5、Ryzen 7と並べてみました。比べてみると Ryzen 7の 5700X より一世代前の Ryzen 5 3600 がほぼ同じぐらいのスコアになったんですよね。これには驚きです。続いてはドラクエ10、こちらもフル HD の最高画質でテストしています。ロード時間の方はほとんど差がなかったようですが、やはりスコアの方が少し差が出てきました。気になる結果がこちら。スコアの方は差が出ましたが、評価の方は全てすごく快適という結果になりました。続いては FF11 を見てみたいと思います。はい、このベンチマークはスコアの方が少し分かりづらいので結果の方を見ていきたいと思います。まあ正直いいのか悪いのかよく分からないという結果になりました。続いては FF14、 こちらもフル HD の最高品質でテストしています。こちらも映像の方をお楽しみください。それでは結果の方がこちらになります。
Ryzen 3のみがとても快適という評価になりましたが、その他は非常に快適という判定になりました。それでは最後に FF15 のベンチマークを回して終わりにしたいと思います。なぜ最後に FF15 を持ってきたかというと、この後の映像が見たこともないパターンになったんですよね。それでは注目してみてください。はい、ここでなぜか川に落とされるというハプニングが発生するんですよね。私もこれを見たのは実は初めてなんです。知ってるよ、見たことあるよっていう方がいましたら、ぜひともコメント欄の方によろしくお願いいたします。それではベンチマークの結果とこのままエンディングの方へ行きたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。またのご視聴よろしくお願いいたします。